こんにちは、柳沢です。今回も囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらの白番ですね。お、小目ですね。んー、どうしようかな。たまにはちょっと喧嘩5目でいってみ、おーっと、いきなりのツケでしたね。これは伸びて受けておきましょう。こうなるとちょっとこっちに急ぎたくなるかな。さあ、これにはどう来られるんでしょうか。ハサミ。さあ、これには僕はどうするんでしょうか。これ難しいですね。どうしようかな。ちょっと一旦こっちにかかってみましょうか。ちょっといろんな、ところからね、ちょっと仕掛けていきたいと思います。これはどうしようかな。ここにかけると、出切ってくるんでしょうね。難しいね。覗いてコスむような打ち方も、なかなか面白いですかね。いやー、わかりませんね。これはやってみましょう。まあ、普通は次ですよね。はい。で、まあ、このように、ちょっと効かして、行こうかなという作戦です。はい。まあ、ただここまでやってはみたものの、さてここでどうするんだという話なんですよね。どうしようかな。まあ、なんかこの辺に行く手もね、一応あるにはあるんですけど、まあ慌てずに一旦この辺に構えておくという手もありそうですかね。こっちに桂馬すると狭間がちょうどぴったりになっちゃいそうなので、この辺に構えておきましょうか、一旦。まあ、黒も何か、下辺からね、桂馬して真ん中にちょっと出しておく、頭を出しておくぐらいが相場かなという感じですけれども、あるいは何か、あ、そうですね。はい。さあ、これかけたいですけど、引き続き、やっぱり出切って来られる感じですよね。あ、キスミもそろそろ、気になるところでもありますね。ここも気になるところですね。いっぱい気になるところがあります。ここもちょっと打ってみたいですね。やっときますか。これに対してどう来るんですかね。まあ抑えですか。これで渡るのもあるし、こっちから行くのもあるんですよね。そっちかな。そっちから行きましょうかね。ここに出て、2線に跳ねておくという。まあ、これは抑えでしょうね。あ、でも外してくる手もあるのかな？あ、そうですね。で、こっち側に渡っていこうという作戦ですね。はい。ここで、まあ、引きかな？下がりの方がいいのかな？まあ、引きかな？普通は。ん？下がりの方がいいのかな？どっちだろう？これだと打って返し狙えるんですけど、ただ、左側の渡りはですね、あんまり狙えなくなってしまうというか、ちょっと悩ましいですね。これどっちなんでしょう。下がるかな。渡りをちゃんと残しといた方がおそらくいいでしょう。そうですね。さあ、こうなると、まあ、白としては、もう贅沢言えないですね。かけて、そんな、戦いに絶対したくないので、もっと手堅い手を打たないといけないですね。黒からこの辺に打たれるとすごい困るんで、なんか、防がないといけないですけど、ここに打てば一番丁寧かな。まあ一見飛びぐらいでも、いいのかな。いや、でもここに打たれると結構困るんですよね、これ。いや、やっぱ丁寧にこの辺に打っとかないといけないかな。どうやら。しっかりと、繋がっておきましょう。贅沢は言えないですね。さあ、これはまあ、こう受けるしかない。なるほど。ちょっと今、そう来るって言おうかなと思ったんですけど、それは、強烈な手ですね。まあ、出たら、ここにね、切ろうという、まあ、一旦こっち来るかもしれないですけど、
はい、一番厳しい打ち方をされましたね。まあ、跳ねて当てた時に当て返すというのが第一感ですが、いやーこれすごい、こうになってくるのかな、すごい振り返りになる可能性がありますね。どうしましょう。まあ、黒はでも油断してると右下の黒全体をですね、まあ狙っていく可能性もこちらとしてはあるので、まあこうに来るなら来いという感じですか。これ以外の形がちょっと思い浮かばないですね。うん。これで右下切りとかで来るのかな？あ、一旦次ね、普通に。なるほど、なるほど。さあ、これでね、白は、まあ、左をやっていくと真ん中の白危ないんで、この辺からね、競り合っていかないといけないですね。逆に、まあ、黒にプレッシャーをかけて、相手に、左上に打つ余裕を与えないという、打ち方でいかないといけないかなという感じですね。どんどんプレッシャーをかけていきたいと思います。このように。うん。まあ、羽伸びぐらいですかね。まあ、これで黒としても、ずっと右側を受けていると、あ、そうですね。こちらから白を当てて押していくという手がありましたので、そっちに打たざるを得ないと。打たざるを得ないというか、それが、まあ当然ながらいい手ですね。あ、そうか。どうしよう。これはしょうがないか。なんか受けるしかないですね。ここに覗かれちゃうと、切れちゃうので。なんか受けるしかないですね。まあ、こう受けるしかしょうがないですね。はい。まあ、左上まだ三々につけていく狙いが少し残されているので、一旦こう打っといて、まあ、もうちょっと打たないといけないですね。一旦、こうかな。まあ、この黒を、ちょっとどうこうするというのは難しそうですが、それね、一旦そこで様子を聞いてきましたね。あ、残り1分になっちゃった。やばい。いやー、これ悩ましいな。どうしよう。時間がいっぱい欲しいですね、これ。どうしよう。ちょっと一旦ここにつけていきましょうか。あ、そっちでね。ついで跳ね継がれると死んでしまうのかな。まあ、継がないで下跳ねとか行けば行きはありそうですけど。わあ、どうしよう。わあ、時間が欲しいな、これ。いやあ、時間が足りないですね、これ。参ったな。どうしよう。ちょっと待ってください。どうしよう、これ。まあ、一旦ちょっと手を残しておいての、いやー、どうしよう、これ。まあ、こうは白が歓迎という、作戦なんですけど、これで右辺どう打つんだ？どう打つのがいいんでしょう、これ。わかんないな。さあ、これでとにかく黒は、そこに来ますよね。で、まあ、取り返すのかな、一旦。まあ、この子を勝てれば、なんだこれ。これはまあ、しょうがないのかな。どうしょうがないんだ、これ。ああ、いけない、いけない。いやー、めちゃくちゃ難しいですね。時間が欲しいです。それは、
聞くんだね。まあ聞くね。はい。さすがにただ黒もそろそろもう次のコウ立てはなかなかないのではないかという感じですが、あ、そうか、これ白取った時に手にされちゃうのか。あと1個が、そっか、ここで黒は一斉についでくるというのが冷静かもしれないですね。まあ分かんない、これはもう解消するしかないですね、とにかく。ああ、なるほど、そういう作戦ですか。これは一旦受けるしかないかな。一回取っときましょうかね、ここに。いけねいけね。これ当て返してくるってことあるか。あるか。ありましたね。うわー、時間がない。まずい。うわー、これまずかったかな。やばい、ちょっとやってしまったかもしれないですね、これ。これ受けられて、黒から1個ありますね、真ん中に。やば。これはやってしまったかもしれません。もうこれ出るしかないね、これ。やっちゃったかな、これ。あいたた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 た。これでももう止められないんですよね。ただどうだ、これ。ギリギリ。しのいでると見たんですけど、なんか黒からあってもおかしくないんですが、非常に恐ろしいですね。今白そこに打たないといけなかったかな。まあでも黒から出てもダメ詰まるから関係ないでしょう。うん。で、まあいきなり押さえても勝ってるのかな。当てたいね、でもこれ。一応勝ってそうですね、攻め合いは。うん、だからそうきますよね。ただまあこの子を結局抜ければ問題はないかなというところですね。奥であったかな、今。まあ一応、そうか、まあ黒も大丈夫ですか。一気に終局になりましたね、これで。まあこれで黒は下辺のね、そこですね。一気に終焉を迎えましたね。そうですね、黒は、まあ、今の手が一応必要でしたね。いやー、時間がなくて焦りました。なんだこれ。さあ一応形勢は少し残ってるのではないかと信じてますが、これが一目でこうついでダメ詰めて、あ、そうかそうか、ダメがね関係あるルールだから先にそっち詰めてきましたね。そっかそっか。これで、ん？ただどうだ？白も2個あるから、
一個勝ちですね。はい。これで終局です。はい。はい。六目差でしたね。はい。対戦ありがとうございました。はい。ということで、簡単に振り返ってみたいと思います。まあ、この後はですね、まともに解説したらもう、やることが、たくさんあるんですけれども、まあ、一番の勝負のポイントになったのはこの場面だったんじゃないかなと思います。この時に、まあ、実戦黒はですね、こちらに打って、こう解消して、まあ、ここに打つという形になったんですけど、この2手であれば白が、少し、左上得したんじゃないかなというふうに感じました。一番恐れてたのはここで一回このコウを継がれることなんですよね。これで、まあ、黒もすごいリスクが大きいんですが、ただこうやってしまうとですね、次のコウ立てが白からないんですよね。これは小さすぎますし、ここを取ってもこっち解消されて、これまだコウなんですよね。もう一回下がってコウにしなきゃいけなくて、はい。で、ここでまたやっぱり白から結局コウ立てがないということになってしまいますので、コウ立てがないということになります。そうすると白は、まあ、ここに繋いで、まあ、こう打って生きるということになるかもしれませんけれども、そうすると、まあ、黒からなんかこの辺とかに、寄せられてですね、これは、まあ、細かそうですけど、はっきりちょっと自信があるとは言えない、形勢だったんじゃないかなと思います。はい。冷静に継がれるのが、ちょっと一番自分としては嫌だったかなと思いますね。まあ、実戦こうなって、まあ、左上やっぱ解消してだいぶ、得したので、少し、まあ、良くなった手応えがあったんですが、まあ、最後ね、まあ、ここ当然ね、繋いでくれるような相手ではなかったですよね。当然当て返してきますね。はい。で、まあ、ここで、まあ、そうですね。まあ、切る以外の手が全部辛いんですよね。ここに繋ぐのは継がれて、押さえてもここにね、こう、跳ね跳ねが、ちょっと効かされたりとかね。まあ、こんな感じでちょっと辛いんですよね。まあ、この継ぐ手自体がね、団子石みたいな手なので、ちょっと辛いんですよね。これちょっと気合上、切るしかないかなと思ったんですけど、そうですね。まあ、これ一個あるんですけど、まあ、ギリギリ大丈夫だったということかな。はい。まあ、黒も、まあ、今のとこしかないですよね。こことかだったらもうここ取っちゃえば、良さそうなので、まあ、ここがね、絶対空港立てなんですけど、まあ、ここで繋いじゃうと取られて、これはもう白、もう何やってるかわかりませんね。全然ダメなので、もうここに出るしかないですね。もう止まらない形になってしまいました。まあ、かなり危険な橋を渡ってますが、でもしょうがないし、まあ、一応、この攻め合いはですね、単純な攻め合いは白が一手勝ってるという、形ではあったので、まあ、ギリギリいけるんじゃないかなと思ったんですけどね。ただ、まあ、一回ここにね、まあ、実戦のように曲がられたらどうなのかとか、抑えて、切りは一応これは下がりで勝ってるのかな。まあ、この辺がね、ちょっと、はっきり読み切れてたわけではなかったんですけど、まあ、おそらくいけるんだろうという、はい、判断でしたが、まあ、なんとかね、うまくいきましたね。まあ、実戦はそうですね、いきなり、抑えていっても攻め合い勝ってたと思うんですけど、はい。まあ、このあたりも、まあ、打ちたいところだったので、はい。まあ、こっちを解消してもね、まあ、おそらく勝ちであろうということで、まあ、実戦はこちらの、まあ、方にね、勝ちに行くと。はい。ということで、なんとか、勝利をね、決めることができました。はい。いや、でも強いお相手でしたね。はい。ずっと、もうギリギリの、戦いが続いた、なかなか、内容の濃い一曲だったのではないかなと思います。はい。ということで、今回は以上です。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。コメントもお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。